2007年6月6日、撮影ジャンチベリーは、フランスの政治家。国民運動連合所属の国民議会議員、元パリ市長。コルシカ島に起源を持つイタリア系フランス人。パリ5区生まれ。1999年に廃校になったパリ5区のコレージュ・サントバルブから、リセルイ・コールルイ・コールグランを経て、パリ第二大学法学部入学。卒業後は、 司法官になり、司法省から、メッス、モー、そして、ボーベなどの判事として勤務した。1968年8月13日に、補欠選挙で、国民議会議員に、パリ5区から出馬して初当選する。それ以来、一度も落選することなく、国民議会議員を務めている。1976年1月12日から同年8月25日まで、 ジャック・シラク第一次内閣の下で、農務省の食料産業担当副大臣を務めた。1977年のシラクが、パリ市長に当選した。1983年3月14日に、パリ大国区長に初当選して、以来、1995年5月21日まで、区長を務めた。加えて、同1983年3月14日から、 シラクパリ市長の下でパリ市女役に就任し、同1995年5月21日まで務めた。同1995年3月のパリ市長選挙にシラクによる指名後継者として出馬し、当選する。2001年3月のパリ市長選挙で再選を目指して臨んだが、社会党のベルトランドラノエ上院議員が左派をまとめ、中道。 保守層にも浸透して当選する。2008年3月のパリ市長選挙に国民運動連合公認で出馬すべくパリ在住の同等党員による予備選挙に参加した。チベリの他に3人が立候補した。2006年2月25日の第1回投票で、チベリは最下位の16.98%の票を獲得し、一時選考で落選となった。2008年、 パリ第五区に再選された。ありがとうございます。